美って何ですか？永遠に続かないもの、自然と違うから湧き出てくる。毎日お風呂を使ってますね。夏は43度、冬は45度。暑すぎじゃないか。こんにちは、西村和也です。引き続き小源二郎さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サイソンポーズありがとうございます。はい、やりたかった。やりたかった。いつやろうか。完璧です、はい、いよいよ最後の回になっちゃったんですけど、はい、やっぱり亮太さんには聞きたいなと思ったのは美についてありがとうございます。やっぱり美について聞かないと終われないなと思っていて、小源二亮太さんが考える美って何ですか？何ですかね、あの永遠に続かないもの。おー、確かに言われてみるとそうかもしれない。なんか瞬間の輝きだったり、例えばお花とかだったら綺麗に咲いてるのその瞬間だけで、そういうやっぱり限りあるものに美を感じたりします。永遠に続かない美をやっぱ続かせていくことってすごく大事じゃないですか、はい、それを続かせるための秘訣ってありますか？秘訣、はい、それはあの見た目的なこと。見た目もそうですし、中身もそう。全てでもやっぱりなんかそういう輝きとかっていうのは自分自身がこれだと思う、好きなことをこうやってれば自然と違うから湧き出てくるんじゃないかなと思います。見た目的なことで言うとね、やっぱり今すごく美術も進んでるんで、いろいろ飛んでますお金さえ積めばっていうところがあるので、まあそれを見た目だけではなくて中から輝きにつながるんじゃないかなと思います。食事でこれすごい心がけてるっていうのは何かあります？食事は僕は本当に腸活です、ね、それこそ今ねこうやってコロナ禍だったりとかするんで、なおさらじゃないですか。腸内環境を良くすることで免疫力も高くなるので、やっぱり普段から腸の動きはすごく気にしてます。おお、じゃあ今日はいい腸だぞとか、はい、ちょっと張ってるなとか、うん、そういうのはやっぱ感じます。その腸をいい環境に整えるために、はい、この食事はいいとか、はい、こういうのを取ってるとか、はい、何かありますか？僕は基本的には白米は食べずに酵素玄米っていうのを普段食べるようにしてるんですけど、うん、であとパンとかもやっぱグルテン系はどうしてもお腹張っちゃうんで、朝とかパン食べたいんですよ、うん、なのでパンは玄米パンっていうのを取り寄せて食べるんです。おー、こだわってますね。こだわってます。あと、お腹いっぱい食べないのもあるんですか？お腹いっぱい食べます。食べる？はい。それは大丈夫？全然。あ、でもパフォーマンス前とかはやっぱり重くなっちゃうんで、普段炭酸水とかもすごく好きなんですけど、パフォーマンス前に飲んじゃうとやっぱお腹張っちゃう原因になっちゃって、パフォーマンス前は普通の水とかそういうふうにしてます、うん。じゃあ今パフォーマンスとお話があったんですけど、パフォーマンス前にこれを食べると自分なりにすごいいいパフォーマンスが出せる食事ってありますか？昔は必ず無理にでもおにぎり1個食べてました。それは普通の白おむすびですか？はい、エネルギーに変わりやすいので、うん、逆に取った方がいいよっていうのをやっぱ聞いてたんで、うん、それこそ大会前とか緊張して喉通んないんですけど水でごくって気流して。今はどうしてる？今は逆に本番前に食べないです。食べると重くなっちゃって、うん、重くなっちゃうってのを感じると感じますね。で、あと特にお肉ですね。お肉は体重くなるのすごい、ああ、でも僕お肉パッカ食べちゃう。あとお肉パッカ食べてる人分かります？分かる？バレました。ちょっと待って、それすっごい気になるんだけど、はい、お肉ばっか食べてる人ってなんで分かるんですか？匂いと。匂いも変わるんです。そうなんですか？結構わかります、ね、うん、でたまに僕そのストレッチとかも、ね、普段教えてるんですけど、最終的にじゃあ突き詰めていくと食事とかのところもやっぱり言わざるを得なくなっちゃって、うん、そういう話してるときに、ね、お肉とか食べてそうな人も大体わかるんで言うと、みんななんか匂いとかって言って言うと怖がられるかもしれないです、うん、ちょっとね獣臭というか、うん、なんかそういう獣臭さみたいなのがやっぱ出てくるんですよね。で普段あの僕あんまり食べてないんです完全ではないですけど、うん、お肉の摂取は控えて生活してるので、うん、そうすると自分自身が無臭になってくるらしいんですよ。へぇ、体臭がなくなってくると人の匂いが分かるようになってくるらしい。
まあ、あとはなんかちょ腸内環境悪いと見た目的にもお腹周りぽっこり現れたりするので、そういうのを見て、まあ、今日はこういう腸内環境してるなとか、ちょっと張りすぎてるからとか、そういう指導をしてます。おー、すごいっすね。美肌について教えてください。美肌、はい、美肌、はい、美肌、もともと美肌ですかね。美肌です。美肌ですか。美肌は何ですかね。っていうは酵素のマルチクリーナーっていう洗顔料があるんですよ。うん、まあ、洗顔っていうかマルチクリーナーなんで、それで歯も磨けるし、食器とかも洗ってもいいですよっていうものなんですけど、それこそなんか白金にそういう酵素のシャロットあるんですけど、そこが取り扱ってる酵素のマルチクリーナーってやつを結構長年使ってるんですけど。結構ツルツルになるし、結構とかだいぶツルツルになるし、うん、なんか引き上がり、キュッて引き上がる感じですよ、ね。それが好きで長年使ってます。なんか酵素もすごくいいんじゃないかなと。酵素風呂とかもありますか、ね、酵素風呂はありますね。酵素風呂もたまに埋まって。あ、そう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 。はい。はい、カブトムシみたいな。そうそうそう。わかりますわかります。あとはなんか、毎日お風呂使ってますね。なんかおっさんみたいな。夏は43度、冬は45度。暑、うん、すぎじゃないですか。じゃあ、ウエンジ・リョータの美肌の秘訣は、はい、まずは酵素と、あとは長風呂、はい。これが美の秘訣、はい。最後に、僕もこの YouTube チャンネルを立ち上げて、今、社員 YouTuber として挑戦をさせていただいている最中なんですけど、リョータさんからも何かに挑戦したいとか、何か挑戦したいんだけど、一歩踏み出せないって方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方に向けて、挑戦のメッセージをいただけたら嬉しいなと思って。はい、でも本当に思った瞬間がもうそのタイミングなので、何かしたいって思ったことがあるんだったら、すぐに始めてみてください。今、リョータさんもお伝えしましたが、思った瞬間、すぐスタートしてみてください。はい、私も YouTuber として挑戦したいなと思って、すぐ会社に提案して、今、挑戦し続けてますので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。はい、長きにわたりありがとうございました。ありがとうございました。今回の体操スコープ。美とは永遠に続かないもの。瞬間の輝き。